フィオストリオグランデって書いてある、うん、発音が違うと思う。ファーミングトンから140キロ地点、標高7351フィート、ようやく下り、長かった、100キロぐらい上りが続いてたような気がする。登ったり下ったりね、今日もう地味な登りが長い。たまに登りが下りのように錯覚を起こして見えて、こいてるんやけど進まへんからおかしいなって思って振り向いたら登ってきてるという。景色がかなり綺麗、気持ちいい。今は朝の7時39分。見ての通り快晴。まだ、出発して20日以上経ちますけど、一度も雨に打たれていません。まあ運がいいんかな。これが普通なのかはわからないけど、これまた偉いなぁ。